しほみりほとやくさちものたまゆらもあぐれショッピング。さあ視聴者の皆さん、お待たせいたしました。今日も皆さんがグッとくるような素敵な商品をご紹介します。ほうほう、なんじゃるね。じゃじゃーん、これです。はっ、これはたまゆらもアグレッシブブルーレイ第1巻じゃね。お、ちもさんもご存知なんですね。知っとるも何も出とるわいね。りほちゃんも出とるじゃろ。え、1巻には1話と2話が収録されとるけね。一緒に1話に出たじゃろ。ほーら、ふーちゃんらが来とったとき写真撮りよって。それ私喋ってました。え、あ、喋っとらんかった。セリフがないと忘れ去られてしまったり。本編でセリフがのうてもオーディオコメンタリーでなんか話題になっとるかも。声優さんが本編を見ながら楽しくおしゃべりしてくれるおまけがついとるんよ。そうでした、そうでした。一話はどなたがオーディオコメンタリーをやるんでしたっけ。井口ゆかさんとイブユーコさん。それじゃダメかも。リホちゃん大丈夫よ。この二人は2話のコメンタリーじゃった。1話目の担当は竹達彩菜さんと安住かなさんよ。そうなんですか、よかった。なら期待できるかも。なんか元気出てきました。声優さんってキャラクターに声を当てる以外のお仕事もされるんですよね。なんかとってもアグレッシブ。最近はマルチに活躍しおる声優さんも多いみたいじゃしね。ほら、今年の4月に東京ドームシティホールでやった新旧イベントの映像も入っとるんよ。わあ、すごい。へえ、新旧試験をやったんですね。声優さんって本当に大変。昔見たアニメでは試験も何にもないって言ってたのに。リホちゃん、さすがにそりゃあゲゲゲ界だけの話よ。あれ、この新旧イベント「カッコ前編」言うて書いとるね。ってことは後編もあるんですね。一枚に入りきらんなんて、うちのお好み焼きの具みたいに大ボリュームじゃね。さらに動画コンテンツとしてたまゆラジオモアグレッシブ特別編という撮り下ろしの動画ラジオが今回のブルーレイシリーズには毎回つくんですよ。これも楽しみ、絶対見たい。そしてなんと第1巻には去年の夏、横須賀で行われたイベント、たまゆら祭り2012の会場で生で披露した、ピクチャードラマ、来年の夏、潮入りで会おうね、なので、が入るんよ。超レア特典。たまゆらさんからもすごく評判良かったけ、今回これも収録することになったんじゃって。見られなかった人はぜひ見たかっただろうし、イベントに行った人はその時のことが思い出せるし、見応えたっぷりの特典ですね。その他にも第1弾第2弾の PV も入っとります。まるでキャストさんやスタッフさんのたまゆらへの思いが形になったみたい。そしてそれは見てくれる人たちの笑顔に変わっていくんですね。恥ずかしい、セリフ禁止。あれ、なんでこんなセリフを。今回の初回限定特典にはたまゆらブルーレイ初の試みペーパークラフトがついてきます。こうやって組み立てるとじゃーん、第1巻はふーちゃんが完成します。沢渡さんかわいい。もしかして等身大。さすがにたまゆら一のミクロ女子高生のふーちゃんでもそこまでじゃ。大きさはうちが使いよるヘラぐらいです。さらに私が毎回とっても楽しみにしているたまゆら生写真3枚も今回もちゃんとついてきますよ。シーンを切り取った写真2枚と第1巻はふーちゃんの写真、パッケージと同じの素敵な写真なんよ。私も沢渡さんのこんな笑顔撮りたいな。今シリーズは本編のみならず特典もモアグレッシブ。こんな素敵がいっぱい詰まったブルーレイ、いつ発売するの。今じゃろ。まずは皆さんからのご予約お待ちしております。ということで、本日のたまゆらモアグレショッピングはここまで。次回もお楽しみに。皆さん、さようなら。この番組は、たまゆらは優しい眠りを届けます。松竹の提供でお送りいたしました。